皆さんこんにちは。さあ今年もありがとうございます。さあ今年も3月27日よりガーデンネックレス横浜が開幕となりました。さあ今日はガーデンネックレス横浜2021アンバサダーの私三上正志がこちら里山ガーデンの見どころや楽しみ方などをご案内させていただきたいと思います。そして本日はガーデンベアも駆けつけてくれました。ガーデンベアありがとう。今日も可愛いね。さあガーデンベアと共にですね楽しんでいきたいと思うんですが、さてここで里山ガーデンにおいでいただく皆様にお願いがあります。里山ガーデンでは新型コロナウイルス感染予防対策としまして事前の検温、マスクの着用、そして設置してあります消毒液での消毒実施をお願いしております。皆様ご協力をよろしくお願いいたします。さあそれではまずはこちらがウェルカムガーデンです。今年も僕がデザイン監修をさせていただきました。ね、ガーデンベア見てみて。ちょっとねポイントとなるのが今回この鉢花、鉢植えも置いてあるんです。お気づきの方いらっしゃいますかね。以前撮った花育動画で球根と一緒に他の草花も植えるっていうのを撮ったんです。あれがこんなに見事に咲いてくれましたね。チューリップも一緒に今咲いている姿をこのようにいくつか楽しむことができます。ガーデンベアぜひこっち来て、こっち来て。ずっと広がってるんですけども、今回のテーマは里の幸というテーマです。海の幸、山の幸ってありますけども、里の幸と題しまして、食べられる花であったり、そしてハーブ、野菜などですね、食卓でも使用できる植物をふんだんに取り入れた景色となっています。もう見て、そして香って、食べて元気いっぱいになれる花壇を目指しました。もう全体を見ていただいて、楽しんでいただいて、春の恵みであったり里の幸せというものを感じていただければ幸いです。さあそれではいよいよ大花壇の方をご案内したいと思います。じゃあガーデンベアちょっと行ってくるね。ここで待ってて、行ってきます。行きましょう。さあこの空中散歩道と呼ばれるですね、ウェルカムガーデンから続くウッドデッキ、こちらを歩いていくと大花壇がいよいよお目見えします。でここからもうすでにね、桜が今咲いている、美しい桜が見れるんですね。ワクワクを高めて、それでは行きましょう。もう少しです。うわー、出ました。ご覧ください。こちらが市内最大級、およそ1万平方メートルもの広さの大花壇となっています。今年の大花壇のテーマは実りの春です。もうとにかくですね、こう春の彩り、華やかな景色とですね、まるで果実が実ったかのようなみずみずしく、さらに鮮やかなビタミンカラーでですね、元気いっぱいの花壇を作りました。とにかくこの広大な敷地にあふれる咲き誇る花々のシャワーをですね、全身で浴びて楽しんでいただければと思います。こちらの大花壇の花、なんとおよそ9割が横浜市内産の花苗を使って作られているんです。で大花壇の中へ進んでいきたいんですが、その前にですね、こちら順路って書いてありますね。今年の大花壇では混雑による密を避ける目的としまして、順路このように設定させていただいております。ガーデンベアがね、こっちだよって教えてくれますので、皆さんぜひこの順路に沿ってお楽しみいただきますようご協力お願いいたします。さあそれでは見ていきましょう。まずはこちら、もう早速ここにずっといたいぐらい華やかで美しい景色になっていますが、このようにですね、実りの春なので、バスケットの中で収穫したかのようなね、実りを感じていただけるような演出もしております。でさらに花々いろいろ咲いているんですが、見るだけじゃなくて、ね、ぜひ香りも楽しんでいただきたいんですね。このストックという花、これ美しいですよね。このようにギュッとたくさん咲いていますが、香りも実は甘い、とってもいい香りがするんですね。もうこのぐらいでも香ってきます。あ、いい香りですね。この甘い香り、ストック、花言葉は愛の絆ですね。絆深まるこの景色になっていますので、こういったところも楽しんでいただきたいと思います。どんどん行きましょうか。そしてですね、今回特にこう立体感を出すように演出しております。下の方にですね、もう絨毯のようにビオラが咲き誇っています。こちらもウェルカムガーデンとつながりを持たせていて、ウェルカムガーデンに食べられる花って入れているって話しましたが、実はビオラも食べられる花、エディブルフラワーなんですね。でただですね、皆さん食べる際はですね、ご自身で無農薬の状態で育てたビオラパンジーを食べるようにしてくださいね。でこちらはすいませんが食べないでくださいね。
で、チューリップがたくさん咲いていますね。チューリップ、今咲いているチューリップもありますし、まだつぼみのもの、こちらつぼみですね、もあります。で、たくさんの種類が植わっていますので、チューリップのこの開花リレーというものもね、楽しんでいただきたく、何度も足を運んでいただきたいですね。そして今回、里山ガーデン共通のテーマとして、とにかく元気になれるガーデンを目指しました。そんなテーマにぴったりな花がシンボルフラワーとして随所に咲いています。それがこちら、オステオスペルマムという花です。ねえ、パッと明るく、いろいろなね、カラフルな花が咲いてくれるんですね。で、なんといっても花言葉が元気なんです。まさに見ていて元気になれる花、もう毎年咲いてくれますので、皆さんのご自宅でもですね、ぜひ咲かせてほしい花です。さあ、正面入り口の方まで戻ってきました。こちらは2027年に横浜市の旧上瀬谷通信施設で開催予定の国際園芸博覧会の PR フォトスポットです。ねえ、美しいバラがあしらわれていて、そして足元には見事にこちらも花壇が広がっています。綺麗ですね。こちらで皆様お写真を撮ることができますので、ぜひこちらフォトスポットとしてご活用ください。ここ横浜で花と緑の国際博覧会が開催されるのが本当に楽しみですね。待ち遠しいです。さらにフォトスポットのすぐ脇にはですね、イギリスと横浜の親善大使に就任しました羊のショーンの庭もありますので、ぜひそちらもご覧になってください。さらにさらに、僕の後ろにあります、あちらですね、そちらがギフトショップあるんですね。あ、ガーデンベアも待っててくれました。お待たせ、ありがとう。そう、こちらギフトショップとして、こちらでしか買えないオリジナル里山ガーデングッズがたくさんあるんです。もちろんどれもガーデンベアがデザインされています。で、ガーデンベア、あれ、もしかして持ってくれてました。いい、ありがとう。そう、これもトートバッグ、もちろんこちらでお買い求めいただけます。可愛らしくね、ガーデンベアも描かれていて、普段使いにもいいですよね。あれ、ガーデンベアなんか入ってるよ。わー、出ました、こちらマスクもグッズであるんですね。で、見てください、今回のマスク、桜も描かれてるんです。で、こっちにはガーデンベアも描かれている。こんな風に普段から使えるグッズもたくさんありますので、ぜひ里山ガーデンいらっしゃった際はお買い求めいただいてはいかがでしょうか。さあ、そしてですね、まだ見どころあるんですよね。こちらの正面入り口広場にはキッチンカーも出ているんですね。で、さらにガーデンベアが皆さんのグリーティングをしてくれる日も予定されていますので、一日中お楽しみいただけます。里山ガーデンフェスタは5月9日まで開催中です。たくさんの色とりどりの花たちに会いに、ぜひ里山ガーデンへお出かけください。それではまたガーデンネックレス横浜2021でお会いしましょう。ガーデンベアと三上雅史でした。ありがとうございます。